イヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。リフームファイティングモンマー。わりいな、隙だらけだったもんだからつい。このやる。どうするおめえたち、とっとと自分たちの星に帰るか、それともこいつみてえにぶっ倒されてえか。聞いたかバータ、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしてやがるようだぜ。妙な偶然がただ重なっただけなのによ。俺たちは天下の義乳特戦隊だぞ。そいつを分からせてやる。行くぞ。ああ、教えてやるぜ。義乳特戦隊をなめるとこういうことに。宇宙一のスピードを誇る俺様の後ろに。じゃあ宇宙にじゃねんか。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、たったの5000で。妙でしょ。あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げたに違いない。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？やつはサイヤ人なんですよ。ありえんことではない。
我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士なんだろう。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。このギニュー様の真の力を見せる時が。よし、こっちも行くぞ。とはアバよカカロット、ベジータ、行くぞ。スキャリー、いやー、うわー、うギニュー隊長、俺も加勢します。くそー、ベジータがいなくなっちまって、こっちが誰が手を貸せと言ったか。ジース、今度余計な真似をしたら命をなくすのは自分だと思え。とてつもない強さだぜ。何を笑ってんだ。チェンジ。こいつはギニューだ。遠慮なくやっつけてしまえ。ベジータ、何もそこまでしなくても。せいぜい甘い戯言をほざいていろ、カカロット。俺が始末してやる。はあ、死ね。バカめ、チェンジ。間に合ってくれ。なに、どけ。あの野郎、よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ、カカロットのやつは今一体何をしたんだ。今度こそベジータとチェンジしてやる。かかったらベジータ、これだ、ソラ。ご覧に入れましょう。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。頼む、フリーザー、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の天で。おめえがオラに頼むなんて
よっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはデッキリだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。ほらも少し分けてもらうぞ、その誇りを。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてこのナメック星人のためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。貴様ら、この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザーをやっつけて。生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのはどうやって料理しようか。うわっ、こっちだよ。うわっ、守るだ。うわっ、終わりにしよう。うわっ、うわっ、守るだ。何の本気を見せてやる。全部使い果たさねえと勝ち目がなさそうだ。やりたくなかったけど、元気玉使うしか。オラの本気見せてやる。ほんの少しずつでいい。元気分けてくれ。貴様らを許すと思うか？
一匹残らず生かしては返さんぞ。クリリン、やめろ、フリーザー。ゴクお次はガキの方かな。許さんぞ。欲望ピッコロを連れてさっさと地球を蹴れ。まだかすかに生きている。俺の理性がちょっとでも残ってるうちにとっとと消えるんだ。木が膨れ上がって充実していく。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。何をしておるんだ、悟空。聞こえるか。今だ、今がチャンスだぞ。確かに、こんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを拝見するチャンス。なんだと?悟空、お前、自分が何を言ってるのか分かっておるのか。クリリンの仇を討つんだ。あいつは二度死んだ。もうドラゴンボールでも生き返れない。クリリンはいいやつだった。本当にいいやつだった。一番の仲間。粉々にしやがって。 85% 90。 フリーザ、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしてからだ。戦士として悔いのないように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発保証って終わりにしてたはずだ。これがお待ちかね。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。こいつはかませんぞ。しつこいくたばり族なの。いいだろう。今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれ。耐えてくれ、その願い。リーザとこの俺を除いた者たち全てを聞いておったのか、悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。Thank you.
どうあがいても宇宙空間では生きられない貴様を待っているのは死だけだ。皮肉だな。勝負に勝った貴様は死んで俺は助かるんだ。俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。